日本東京都世田谷区絹田地域船橋船橋は東京都世田谷区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は船橋1丁目から船橋7丁目。郵便番号156-0055。船橋6丁目船橋は世田谷区中西部に位置し、絹田地域に属する。東で共同、南で桜が丘、環八通りを境に西で祖師谷、 北で、かすや、桜上水、やわた山、上北沢と隣接する。小田急小田原線、千歳船橋駅北側、関八通りの東側にあり、道駅周辺や、道沿いには、商店が見られる。南北に細長い形をしており、南端の一丁目から、北端の七丁目まで数字順に並ぶ。千歳船橋駅周辺は、駅南側の桜が丘に、五丁目。 東側の共同4丁目と合わせて、千歳船橋、千歳船などと呼ばれている。1丁目は、全体的に商店街が広がっており、東京都道428号公園時期ぬた、上水上線を挟んで2丁目と面している。2.34.5丁目は、地区中央部の住宅地となっている。北側の東京都道118号。 調府共同停車場線周辺の6丁目と7丁目は、地内北端にあり、希望が丘と呼ばれる。希望が丘公園や、周辺のカスヤにある、ろか公園など、緑地も多い。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、船橋6の17の6の地点で44万円、平方メートルとなっている。船橋の地名は、文字通り、かつてこの辺りは、 湿地帯で船橋をかけて交通の便を測ったことに由来する。フレール整形道2019年9月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。千歳船橋駅地区の大部分が小田急小田原線千歳船橋駅が最寄り駅となる。東側の一部は共同駅が 北側の一部は、京王線や渡山駅が最寄り駅となる地区もある。千歳船橋駅から発着する各社の路線バスを利用することができる。北側から、発着南側から、発着病院学校公共施設住宅企業店舗。ありがとうございます。